勇気も元気もたっぷりあげるにゃ。だからリンと一緒に遊ぼうよ。ジロガオー。リンと話してたのに一人で考え込んじゃってるよ。リンはあなたのことは全部お見通しなんだからにゃ。決めた。今日は帰りに公園で遊んでいこう。公園なんだから遊ぶんだよ。もったいないにゃ。高校生だって公園は楽しいんだよ。ほらほら早く行こう。でしょでしょ。次は鬼ごっこ。リンが鬼になってあなたを捕まえるの。リンがあなたを捕まえたらリンの勝ちね。リンは自信があるんだにゃ。いくよー、よーいドン。捕まえた。リンは足が速いんだよ。あなたのことならすぐにギュッて捕まえちゃう。あれ、あなたってなんだかいい匂い。しかもあったかーい。楽しかった？勇気も元気もたっぷりあげちゃうんだ。部活とか学校とか悩んだりすることもあるかもだけど、そんな時はリンと一緒に遊ぼうよ。楽しくしてたらきっと大丈夫だから。えへへ、やっぱりあなたの笑ってる顔って好きだにゃ。踊りたいって言ったら小鳥ちゃんが踊り子さんの衣装を作ってくれたんだよ。リンは体を動かすのが大好きだからステージでもいっぱい踊りたいんだにゃ。あ、そういえばね、スクールアイドルになって初めて知ったことがあるんだ。それはね、ダンスで気持ちを表せるってこと。ただ動いてればいいってわけじゃないんだって最初はびっくりしちゃった。今日のステージはあなたにもリンの気持ちを届けたいにゃ。絶対見ててね。二人と一緒に行きたいなって思ったんだにゃ。
早くするにゃ。待って、そんなに早く走れないよ。いっぱい遊んだからこそ、早くラーメンを食べてエネルギーを回復させるにゃ。でも知らなかった、そんなに美味しいラーメン屋さんがあるなんて。リンも昨日クラスの子に聞いたばかりだから行ったことはないんだけど。あのね、いろんな組み合わせができて面白いんだって。組み合わせ？うん、鶏ガラとか魚介豚骨とか全部で7種類のベースがあって好きなのを選ぶみたい。うん、だからいろんな組み合わせができるってことなんだね。あー、どうしよう、たくさんあると迷っちゃう。でもそれだけじゃないんだよ。麺も細麺とか太麺とか縮れ麺とか5種類から選べるんだって。え、麺まで選べるの？トッピングも15種類の中から3つ選んで、最後にスープの濃さ、油の量や麺の硬さを決めておしまいなにゃ。うわー、話を聞いてるだけでお腹が空いてきちゃった。話してたらリンもお腹空いてきちゃったにゃ。うん、だから大好きな2人と一緒に行きたいなって思ったの。あの、急に誘って大丈夫だった？本当？リンもそう言ってもらえて嬉しいにゃ。早くしないとサービスタイムが終わっちゃう。サービスタイム？少し安くなるの？ううん、ライスがサービスで、しかもおかわり自由なんだって。え、急ごう、二人とも早く早く置いていっちゃうよ。大好きな人と一緒に食べるラーメンってきっといつも以上に美味しいよね。楽しみにゃ。尻尾が可愛くていいよね。リンのお気に入りなの。でもこんな可愛い服リンには似合わないかな。ううん、もし似合わなくても似合うように頑張ればいいんだよね。もっと頑張ってもっともっと可愛い女の子になりたいにゃ。追いかけっこなら負けないにゃ。すぐ捕まえてくるから待っててね。から見たとき、もしかしたらって思ったんだ。遊びに来てくれたの？うん、まだいるよ。お菓子いっぱい持ってきてくれたにゃ。今、みんなでお菓子一緒に食べてるんだ。ミューズのみんなと、エマさんとセツナさん、それにルビーちゃんとチカさん。あ、チカ
さんはお仕置き中にゃ。エマさんが持ってきてくれたお菓子をチカさんがこっそり受け取って逃げちゃったにゃ。それがバレてお菓子なしになっちゃったの。逃げたチカさんとルビーちゃんを追いかけて学院の中も外も走り回ったんだにゃ。なかなか捕まえられないし、途中で二手に分かれて見失っちゃうし、追いかけてるリンもハラハラドキドキしたよ。でも最後はリンとエマさんが隠れてるルビーちゃんを見つけ出して、チカさんもお菓子を取りに部室に戻ったところを海ちゃんに捕まったにゃ。リンも楽しかったにゃ。チカさんたちを追いかけるの鬼ごっこみたいだったし、また今日みたいなことがあればいいな。あ、それは嫌にゃ。内緒にしてね。うん、二人の秘密にゃ。そうだ、あなたも一緒にお菓子食べようよ。それにきっとみんなもあなたに会いたいと思うから。やったー、早く行こう、みんな待ってるにゃ。ペコペコでもう歩けない。
かい？甘いもの大好きにゃ。この前小鳥ちゃんが差し入れでチーズケーキ持ってきてくれたんだ。スフレチーズケーキっていうふわふわのやつ、美味しかったにゃ。その前はほのかちゃんがいちご大福持ってきてくれたんだよ。ニコちゃんもいつもいろんなお菓子を持っててよく分けてくれるの。マキちゃんやエリちゃんがおしゃれなお菓子を持ってきてくれた時はいつもみんなで取り合いになっちゃうんだ。前にね、チョコレートをにょ、うん、みんなのこと大好き。みんなとの思い出がいっぱいある甘いものも大好きじゃ。うんこれであなたとの思い出も増えるにゃ。ますます甘いもの好きになっちゃう。ラーメンは何があっても凛の一番にゃ。そうだ、次にお出かけするときは凛の大好きなお店に行こう。ずっと通ってる中華料理屋さんがあるんだ。うん、甘いものもラーメンもどっちも楽しみにゃ。今度のライブ衣装は中華風のデザインだよ。かわいいにゃ。しかも今回はメイドさん風でもあるんだにゃ。このまま中華のお店で働けちゃいそうでしょ。そう考えるとますますテンション上がるにゃ。いつもより嬉しそう？やっぱりそういうのあなたには分かっちゃうのかな。中華といえば凛にとってはやっぱりラーメンにゃ。中華風の衣装を着ると大好きなラーメンを思い出して幸せな気持ちになるんだ。今度のライブでは来てくれたみんなにもラーメンを食べた時みたいな幸せを届けるよ。
これリンが集めたぬいぐるみ、かわいいでしょ。リンはかわいいものが大好きなんだ。小さい頃からずっと集めてるの。みんなには秘密にしてるんだ。だってほら、リンって普通でしょ。あんまり女の子っぽくないし、イメージと違うって思われたら恥ずかしいし。あなたに見せたのはなんでだろう。あなたなら絶対笑ったりしないって思ったからかな。まあいっか。とにかくこのことはリンたちだけの秘密ね。
あなたとのデートだもん。リン、すっごく楽しみにしてたんだ。じゃあ、まずはどこ行く？今そう思ってたんだ。うん、一緒に探そう。リンもあなたにぴったりのお洋服探してあげるにゃ。それじゃ出発。早く早く。ごめんなさい、ウキウキしちゃって。妖精参上にゃ。寒い冬を終わらせてみんなを目覚めさせちゃうよ。さあみんな起きて起きて、春が来たよ。どう？春の妖精さんをイメージした衣装なんだ。似合うかな？あったかくなるとお出かけしたくなっちゃうよね。ねえ、リンと一緒に遊びに行こうよ。リンはあなたといっぱいいっぱい楽しいことしたいにゃ。綺麗な天の川が見れそう。違うの。今度の七夕パーティーちゃんとできるか心配で。みんな楽しみにしてたからいいお天気になってくれるといいんだけど。そうだよね、雨が降ったら台無しになっちゃうもん。きっと織姫様と彦星様も会えない。一年に一回だけなのに神様は意地悪にゃ。へえ、そうなんだ、知らなかった。さすがあなたは物知りだにゃ。リンもそう思う。特別な人と会う特別な日だもん。いいお天気の方が嬉しいにゃ。お？どこに？時間？にゃにゃー！もうこんな時間！練習に遅れちゃ全然気がつかなかったにゃー！遅刻しちゃう！早く着替えないと海ちゃんに怒られるにゃー！それはリンも。だけど今は急がない。We'll be right back.
なたに会えるのは今日この日だけ。この日が来るのをリンは首を長くしてずっとずっと待ってたにゃ。でもリンはもっとあなたに会いたい、ずっとずっと一緒にいたい、そう思っちゃうの。あなたはどう？リン、わがまますぎるかな？
選べないにゃ。だってどういうのがリンにぴったりなのかわかんないんだもん。やっぱり小鳥ちゃんに全部お任せしたいにゃ。いつもお任せは悪いからリン、今回は自分で探そうって思ったんだけど、やっぱり難しいにゃ。ごめんね、あなたに相談しちゃって。やっぱりリンに似合うリボンなんてないのかな。ありがとうにゃ。どうしたの？リンの顔に何かついてる？何言ってるのかわかんないにゃ。あなたといるとリン、びっくりすることばっかりにゃ。も楽しい。あなたと一緒だと新しい楽しいことがいっぱいにゃ。夢みたいに可愛い世界だね。あなたと一緒にこんなとこにいられることも夢みたいだにゃ。リンの格好どうかな。いつもと違いすぎてちょっとドキドキしちゃう。あなたが似合うって言ってくれたら安心できるかも。このままゴールまでいくにゃ。雪遊びしに来たの？わかったにゃ。じゃあ早く雪だるま完成させないと。ちょっと大変だったけど、あとは顔を作ったら完成にゃ。できた！おっきな猫さん雪だるまにゃ。最高傑作だにゃ。完成しちゃったけど、まだ集合まで時間あるよね。そうだ、ねえねえ、一緒に雪合戦しようよ。やったー。それじゃあ行くよ。えい、よーし、反撃にゃ。やったー！この調子でどんどん当てて！あ、くしゃ！まだお外で遊びたいにゃ。え、一緒に遊んでくれるの？また一緒に遊ぶにゃ。それならリンも一緒に行くにゃ。あなたと一緒におしくらまんじゅうしながら行くにゃ。
ありがとう。わあ、黄色のサイリウムがいっぱいだにゃー。へへん、嬉しいにゃー。じゃあ、今日楽しみにしてたよって人は